レトルトカレーを調理し、炊いたご飯と共に盛り付け、カレーライスを作った例。皿の左上にあるのが外箱。右上にあるのが、レトルトパウチ。日本各地のご当地、レトルトカレーの自動販売機。地方限定のレトルトカレーも多い。レトルトカレーは、レトルト食品の一つ。カレーを、レトルトパウチに封入したものである。レトルトカレーは、 三から七分ほど湯煎するか、数分ほど電子レンジで温めて調理するだけで、一食分のカレーライスを作って食べることができる便利な商品である。そのため、現在日本では子供から老人まで幅広い層に日常的に利用されるに至っている。レトルト食品には様々な種類があるが、レトルトカレーはその販売量の三分の一を占める人気商品である。カレーは、G 匂いが濃いため、レトルト食品特有のレトルト臭が感じにくく、レトルト食品に適しているためであると考えられている。ボンカレーやククレカレーなど、定番として30年、40年と売れ続けている商品もあるが、ほとんどの商品の寿命は短い。そのため各社はレシピや宣伝に工夫を凝らし、常に新たな商品の開発を続けている。価格帯は 約100円から約1000円くらいまでと幅広い。よく売れているのは200円以下の商品であるが、各社が絶えず、新製品を投入して、しのぎを削っているのは200円から400円程度の商品である。スーパーやコンビニなどでは、100円以下のプライベートブランドの商品も次々に発売されている。これらの多くは、コスト削減のため、紙パックの商品パッケージに入れられておらず、 デトルトパック向け出しのままの商品が多い。400円以上の商品は、ホテルレストラン、有名カレー店などのブランド商品や、凝った内容のメーカーオリジナル商品などが多い。ごく少数ではあるが、厳選した食材を利用している1000円以上の商品もある。2010年代以降のご当地、デトルトカレーの中には、2000円を超えるものも現れている。基本的に、コスト面から、 価格の安い商品にはあまりにく野菜などの大きな具が入らず価格が高くなるにつれて具が大きく豪華になる傾向にある200円以下の低価格商品では高価格なレトルトカレーで使用された後の野菜の切れ端が利用されるなどして低コストを実現しているレトルトパウチ食品はもともとアメリカ陸軍の補給部隊研究開発局により開発された缶詰の重さや 空き缶処理の問題を改善するのが狙いで、缶詰に代わる、軍用系体食として開発したのが初めである。その後、NASA のアポロ計画において、宇宙食として採用されたことから、多くの食品メーカーに注目される。だが、米国では、当時、すでに一般家庭に冷凍冷蔵庫が普及しており、各種の冷凍食品が発売されていたことから、当時は全く普及しなかった。これには、 パッケージの貼り合わせに接着剤を用いていたために食品医薬品局からの認可が下りなかったのも原因の一つである。1968年2月、大塚食品が世界初の市販レトルト食品ボンカレーを阪神地区で限定発売した。関連会社の大塚製薬が持っていた天敵液の加圧加熱の殺菌技術を応用することで他社に先駆けて 開発に成功したと言われている。しかし当初は半透明パウチを使っていたため、賞味期限が数ヶ月と短かった。その後、パウチ素材にアルミ箔を使うことで、賞味期限を大幅に伸ばした新パウチを開発し、1969年5月から全国発売を始めた。初めはなかなか消費者に受け入れられなかったが、次第に浸透し、1973年に、 放送されたテレビコマーシャルの3分間待つのだぞという笑福亭二角によるセリフは流行語にもなった。他社も次々にレトルトカレー市場に参入したが、その中でも注目すべき成功を収めた製品は1971年発売のハウス食品のくくれカレーである同製品のテレビコマーシャルで使われたキャッチコピーおせちもいいけどカレーもねは広く浸透し、 レトルトカレー市場の拡大に貢献した。1985年に SB 食品から幼児向けの甘口カレーとして人気を得ていた即席カレールーのカレーの王子様のレトルト版が発売された。さらに1986年には江崎グリーコから激辛好きの大人をターゲットにした美が発売され、それぞれ成功を収めた。これらは特定の年代。 思考のユーザーにターゲットを絞って成功した商品の例である。幼児向けカレーの分野では、それいけ、アンパンマンやポケットモンスター、妖怪ウォッチなどの人気アニメとタイアップした商品も次々に販売されている。また、ドラマやゲームとタイアップした商品も期間限定ではあるが発売されており、作品のファンからは好評を得ている。 話題となるカレーのレトルト版はすぐに発売されることが多い。特にご当地カレーなど様々な種類のレトルトカレーが発売されている。朝食や弁当のご飯にかけるミニサイズで温める必要のない商品も販売されている。電子レンジ対応のレトルトカレー2003年に大塚食品から世界初の電子レンジで温められるレトルトカレーが発売された。当初は 新放送における安全面の理由や、ラップをして電子レンジで加熱すればいいという理由で、企画段階では、周囲からは反対されたという、中華丼の具などを入れる冷凍食品用のパウチを元にして、アップというレンジ加熱して袋の中の圧力が高まると、フラップが自動的に開いて水蒸気を出して内部の熱が一定以上にならない構造になっている。 箱の上部を開けて、パウチ自体は箱に収めたまま加熱するようになっており、蒸気口からの蒸気が、フラップに当たり電子レンジを汚すことなく、安全に取り扱うことができるようになっている。また、湯煎と電子レンジ加熱とで、加熱に要するコストと、環境負荷は、どちらも電子レンジ加熱の方が低く、環境に優しいという、ドラマ映画アニメゲームラジオ番組、ありがとうございます。